千鳥目は、鳥類の目の一つである。千鳥類、カモメ類、アジサシ類などの水鳥、海鳥を中心に19か、約390種を含む。世界中に分布し、主に湿地、干潟、河原などに住む、淡水性ないし沿岸性の水鳥である。ただし、ド鳥科などは、砂漠、半砂漠に住む。海スズメ科は沖合に住む海鳥である。 主に魚などの小動物を捕食する。ただし、ヒバリシギなどは、種子食、サヤハシチドリカは、不肉食である。カモメアモクも、部分的に、不肉食である。チドリメの内部系統は、ベーカー・エートール、オデニ・エートール、ペレーラベーカーより。チドリメの系統位置について、有力な説では、チドリメは、原生鳥類の大半を占めるコリナブスの一員である。 コリナブスは3から4の系統に分かれ、千鳥目は唯一一目で1系統をなす。千鳥目の姉妹群はスズメメなどからなるランドバーズである可能性が高い。ただしこれらには異論もある。古くはズルメやハトメと近縁だとする説もあった。千鳥目は系統的に3亜目に分かれる。かは国際鳥類学会議の分類では19か。 約390種が属す。かつてツモ木ミフウズラアモクに分類されていた2カ18種を含む。チドリカ・シギカ・カモメカの3カに、チドリクの約7ありの種が属する。チドリアモク・シャアアドリーシギアモク・スコロペイシーカモメアモク・ラリカは IOC の分類で表す。6アモク・3アモクをそれぞれ姉妹群となる2アモクずつに、分割し6アモクとする説もある。 旧三アモ目伝統的に千鳥目は、現在とは異なる三アモ目に分けられていた。また、二カは、鶴目に分類されていた。しかしこれらの分類は、系統的ではない。河は、現在のトガで示す。シブリーアルクイストシブリーアルクイストでは、河野鳥も口取りあも口取りしたメシャアアドリーズが、ほぼ現在の千鳥目に当たる。ただし彼らの千鳥下目は、 首は未風面カも含んでいたが、未風面カは、未風面目として独立していた。千鳥アモクは二モ目に分かれ、シギコ目スコロパセダは、現在のシギアモク、千鳥コ目シャアドリダは、千鳥アモクカモメアモクに当たる。ただし実際は、シギコ目は単系統だが、千鳥コ目は単系統ではなく側系統である。ありがとうございます。